こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。今回は8位の瞑想霊那覇です。まあ8位って言っても前年4位なんで強豪チームです。強いです。4位勝てるとは全然思えないということで、今回は厳しい戦いが待っていると思います。スタメンですが、彩香が早くもリオに変えましょう。さよかな、さつきは奈々子と交代かな。クラリスを使っていきたい。まあ、クラリスをさつきと変えようか。エリカがだんだん力つけてきましたね。緑と変えます。ヘイロ、ウェクサ、この辺結構やっぱりみんな強い位置、強いですね。ここでゾーンの調整をしないといけない。ちょっと下げましょう。勝率、あれ、こちらの方がやや上回っている順位のおかげかな。那覇トロピカルアリーナで試合です。さあキックオフ。さあ蹴りに行きます。くるみ早い。さあ左右に渡った。キーパーパンチング。くるみもう一度。さあ宮崎渡ったぞ。ピンチ、宮崎直接持っていく。夏木ここは取りました。キーパーのチャージも激しい。くるみ渡った。さあセンタリング、しかしここは届かない。クライス、さあここでまたさよ。ちょっとこれは高すぎる。さあこれみゆき渡りまして、逆サイド、うまくパスを渡します。オフサイドですね。止められました。さあクラリス、クラリスがところどころいいプレー見せてますね。これが助かってます。相手の攻撃超える。さあ今度は笠沼、あこれ抜けられたと、今後ろを向いた選手がに当たって助かりましたね。おお、出されました。ちょっとリオが疲れ始めてますね。でもまだです。まだ交代の時期じゃない。エリカがちょっと倒れてるぞ。大丈夫かな？上草が早い。あーっと、決められた。完全に戻りきれませんでした。前行ってるとこを集中して狙われましたね。守備陣が手薄。攻撃のスピードはいいんだが決められない。ここですよね、最後のところでボールが渡らない。さよ、ナイス。ファールではない。おーっと、マノに渡った。マノが、これは夏木がカバーです。さあくるみ、笠沼がとにかく早いですよね。もうゴール前ですからね。さあそこはフラスコが外へ。
やはりラストチャンスだが、まあと、これはこれで前半終了でしょう。さあ後半マークを笠沼に変えてきました。まあとにかくスピードの感の高いチームですよね。まだまだ元気、パスの精度もいい。ヘイロ1対1、危ない。さあここでですね、大きくスタミナを失っている。しかし攻めるしかないです我々は。クライスに変えて7個。答えよく一気に使い切ります。さあくるみが力を押し切った。おっと、何やってんだ、アモエ。おっと、ヘイローに取られた。これは苦しい。マノ、時間を稼いだ。くるみ、奈良子に渡った。さあ、まどかだ。まどか、シューツ。おっと、コーナーポストだ。惜しい。なかなか早い一戦になってんですけどね。さあこの後ワンチャンスを選ぶしかない。ここはヘイロー、シュートパス、パンチング。おっと、これは高さへ防いだ。しかしまだピンチは続く。あの今度はパンチング。さあボールは当たってしまいます。内山、今度はおっと、夏木横飛び。夏木大活躍。さあ、エリカ。さあ、ここは、くるみが。決めきれない。ファウルですね。さあ石造りのスタンド。あーと、マノが1対1、コーナーキックになる。相手もどんどん選手変えていきます。あーと、決定的な2点目決められてしまった。ヘイローでした、最後は。重傷と言われてます。さあとくるみが時短打踏んで、これコーナーキックですね。ナーコが上げて、試合終了です。さあ左右でチャンスをつかみますくるみなんですが、これが決めきれない。でも速攻がとにかく、縦の速攻がすごいですね、メンソーレ那覇は。さあ直接入れ落としてしまいます。とにかく笠沼も速いし、ヘイローも速い、強い。そして先制が、この上草が一気に上がって、センタリングからマノが待っていました。ボレーシュート。戻りきれないんですよね。
味方が。危なかった。ここですよ。すぐに守備から攻めに挑んでいくんですよね。後半に入りました。さあピンチが続きます。横飛び。さあこれ7個チャンスだったんですよね。ここ惜しかった。ヘイローのスピードは衰えません。なんと真ん中に道が合う。しかしこれはキーパーが守った。さあエリカがセンタリング。がくるみがうまくいかない。これもピンチです。そしてコーナーキックになりまして、これをヘイローに決められてしまいます。決定的な2点目。最後このくるみの時短だ。最後のコーナーキックでしたが、これも決まらず、1点も悪いことはできませんでした。15本もシュート打たれてんですね。これで9位に転落です。1勝2敗。チェスト、鹿児島ですね、次の対戦は。さあ、どうかというと、N2 から上がってきたチームなんですね。ただ、補強しているらしく、S も何人かいます。決して侮れないチームと言っていいでしょう。見てみますと、いや、移籍チームじゃないですね、これ。生え抜きチームやん。なんと浦川がいました。生え抜きでここまで強くして N2 だというのが信じられへんないですよね。 N2 2年連続2位。そして入れ替え戦で勝ち上がって、N1 となりました。ちなみにキャピタル東京にはなんと7点と入ってやられてるんですよね。ちょっとこれはやられすぎか。富山ミラージュに勝利しております。で、メンソール那覇へとは引き分けなんですよね、今回戦った。ということから見ると相手の方が強いとも言えなくもないです。で、キャピタル東京、筑波大ガマ2マッセ、大阪が3戦3勝です。で、並んでおります。これは得失点や得点の差でしかないですね。続いて佐世保ドックスと武蔵野ホーネッツですね。こちらが2勝1、1敗か。で、並んでおります。富山ミラージュ、高知シマントス、函館ペンタゴンはまだ点を取れておりません。これを見ると、下位から脱出できないチームっていう印象はありますよね。で、はい、ではですね、また次回をお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。